と、星さん。今さら説明する必要のない傑作ジャンプ漫画。主人公は成長ロール型耐機晩成タイプのナルトであり、キュービの能力を封印しており、実を使うムチムチプリンも大量に持っているという誰もが羨む耐機晩成型。この耐機晩成型が前半ではクソ雑魚だということで迫害を受けて育ってそこからレベリングをしまくってホカゲと呼ばれる自分の忍者の里のてっぺんを目指すという漫画。ここからネタバレ。この漫画のディモールとベネな部分はオチで読者におもねって日向とくっつけたところにつきます。どっかで作者が嘆いていたけど日向がなぜそんなに人気なのかわからない？桜可愛いとかって感じなので、それでも多数の読者のニーズに応えて味変したところ、そういうことをできるところがクソ激烈にすげえので。この漫画の主人公はとりわけジャンプ漫画風なキャラしててベネ。ちなみにジャンプっぽい主人公って何胸のっていうと、それは人たらしって能力だと思うので。悠々白書のユウスケも中とかジンとかヒエイとかガンガン敵を倒すけど最終的には全員仲間にするし、ナルトもガーラだったりサスケとか全員仲間にするからね。さらには忍者という要素をコンテンツの中心に添えたこともディモールとベネであり、外人が持っている忍者のイメージってどんなのって言ったら大体忍者スレイヤーみたいなイメージであり、海外ではぶっちぎりの大ヒットを記録。なぜ忍者がこんなに人気かというと資料がほとんど残っていないから。だからガチリアルで忍者って逆転アメリカくらいのポテンシャルは発揮できると思われる余地があるんだよね。さらには残っている資料すら資料としての客観性に乏しいからという理由だね。例えば水雲なる水の上を歩くための忍者の道具があるので、でもこれって机上の空論アイテムで、それが資料の中に入っていると資料としての信憑性ってどうなのって話なのぜ。その辺はガチ忍者の初見正明イコールさんがインタビューで煙を出すとか火を吹くなんてできない、それはファンタジーだって言っているのぜ。小学校のプールの時間で誰かがやったと思うんだけど、現代におけるチートであるビート板を2つ並べてその上に立つなんてことをしようとしてもまともに歩けないし、小学生の体重でも体重を支えられなくて沈むからね。